まった。みんなも俺の事件楽しみにしてくれ。10年前、火星で発見されたパンドラボックス。謎の物体から発生した巨大な壁は、我が国を東と西と北斗の3つに分断し、人々を襲う未確認生命体、スマッシュを生み出した。その脅威と戦う選手を、人はこう呼んだ。さあ、実験を始めようか。最強の IQ を誇るその男の正体は、天才物理学者。すごいでしょ、最高でしょ、天才でしょ。全ての物理法則を知る彼自らが実験を繰り返し、日々発明品を作り出す。その名も飛龍セント。そんなセントに東都政府から託された使命。君にやってもらいたいのはこいつの稼ぎだ。それは全ての厄災の根源であるパンドラボックスを解明し、未確認生命体に市民が襲われる事件が相次いでいますよね。世間を騒がすスマッシュの謎を追うことだった。試しにうちのテストを受けさせたところ、全問正解でした。しかし天才にさえ解けない謎があった。それは自分自身の記憶。お前の失われた二十何年間の記憶。喫茶店のオーナーに拾われたセントからは、異形の怪物ナイトロール以外の記憶が全て消えていた。そしてセントの記憶の鍵を握るのは一人の脱獄犯。殺人犯のユウを捕獲しに来たんだよ。万丈龍が。俺は誰も殺してねえ。セントの失われた記憶の真相が一つ解明されるたび、彼にまつわる新たな謎が生まれる。浄化できるのは私だけ。私にはそういう力があるの。スマッシュの邪悪な成分を浄化できるミソラの不思議な力を借りながら真相を究明するセントのもう一つの姿、それこそが変身謎を解き明かし、悪魔の身を破壊して新たな正義をビルドせよ。勝利の法則は決まった。新番組仮面ライダービルド、9月3日日曜朝8時スタート。犬飼勝博さん、桐生セントを演じさせていただきます、犬飼勝博です。物理学者ということもあって、初めはすごいクールなのかなというふうに思っていたんですけれども、台本を読んでいくうちに、ものすごく喜んだり怒ったり悲しんだりと、非常に人間臭い部分がたくさんありまして、視聴者の皆様に愛されるような桐生セントを精一杯演じさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、ビルドにかくまわれる無実の逃亡犯、セントと運命的なバディを組むことになる番長優雅役の赤楚衛二さん、お願いします。はじめまして、番長優雅役を演じさせていただきます、赤楚衛二と申します。万丈龍がですね、その瞬間湯沸かし器みたいな直情型で自分勝手なんですけど、その何事にもまっすぐに向き合うその真面目さだったり素直さだったりが、どこか憎めないその愛らしいキャラクターになっていると僕は思っています。歴史あるライダー作品に出演させていただけることに感謝をして、全身全霊で頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。喫茶店の地下にある秘密基地にいつもいる不思議な能力を持つ女性、
イスルギ・ミソラ役の高田佳穂さん、お願いします。イスルギ・ミソラ役を演じさせていただきます高田佳穂です。不思議な能力の持ち主なんですが、まあ、ツンツンしていてちょっと反抗的な普通の女の子な部分もあり、まあ、私も想像できなかった、あのきっと皆さんも想像できないであろうすごい一面を持っています。楽しみにしていてください。今日はこんな大勢の方がいっぱいですごく緊張しますが、精一杯喋らせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、戦闘たちが属する東都政府の 首相補佐官であり国家統一の野望を胸に秘める若きカリスマ政治家、氷室玄徳役の三上健生さん、お願いします。皆さんこんにちは。氷室玄徳役を演じさせていただきます三上健生です。非常に謎の多い人物でして、僕も今後が楽しみにしている次第であります。何よりこのキャラクターがたくさんの人に愛されるように、努力していきますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、国家機関に勤務する船頭を厳しい目で監督する政府の首相補佐官、氷室玄徳の秘書、宇津美成明役の越智由紀さん、お願いします。はじめまして、三上さん演じる氷室玄徳の秘書、宇津美成明役を演じさせていただきます越智由紀です。今日はよろしくお願いいたします。仮面ライダーという大きな作品に携われることを、光栄に思って誇りと責任を持ち、これから頑張らせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、フリージャーナリストとして意外なコネクションから情報を集めてくる謎の美女、滝川沙羽役の滝ゆかりさん、お願いします。はい、今日はお集まりいただきありがとうございます。滝川沙羽役の滝ゆかりです。謎の美女って言われるとちょっと照れてしまうんですけれども、私はみそらちゃんとは結構対照的に足で情報を稼いでくるというフリージャーナリストの役でなんですけど、ちょっとこういう衣装とハイヒールがポリシーということで、この1年は靴ずれとの戦いだなと私個人思ってるんですけれども、セント君たちとこうどのように関わっていくのかっていうのを楽しんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。そして最後に、喫茶店のマスターとして人目を忍びながら記憶を失った銭湯を保護し仮面ライダーとして育てるおやすさん、イスルギ総一役の前川康之さん、お願いします。イスルギ総一役を演じさせていただきます前川康之です。おやすさんという役をやるような年になってきたかなと感慨深く感じるのとともに、こういう若くフレッシュな共演者の皆さんと一緒に、これから長く仕事をさせてもらうことをすごく楽しみにしています。イスルギはですね、この隣のミソラの父親なんですけれども、まあノリが軽くて、基本的にセント君とリュウガとミソラと一緒にいることが多いんですけど、同じ目線、同じ喋り方、まあそういう軽いおっちゃんで、まあ、若い人たちを見守りながら行くので、まあ、そういう意味では芝居も僕自身も同じような気持ちで、一緒にこれから頑張っていければなと思っています。まあ、今撮影に入って一月ぐらい経ちますけども、本当に面白いですので、期待して皆さん、ここにいるみんなを応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。出演者の皆様よりご挨拶いただきました。私昨年もこの司会を務めさせていただいているんですけれども、例年初々しい挨拶というのが、ね、よくあるんですけど、今年は皆さんかなり落ち着いているようなんですが、皆さん緊張されてますか？緊張されている方ちょっと挙手を。あ、前川さんも ありがとうございます。実は皆さん緊張しているということで。あ、本当ですか？ちょっと見えない部分ではそういうのもあるようなので、この後の質問で少しずつ皆
ということで、ここからは私の方からいくつか質問をさせていただきます。ちょっと台本にもない質問をしちゃうかもしれないので、皆さん心してお答えください。よろしくお願いいたします。さあ、ではまずは犬飼さんにお伺いしたいと思いますが、はい、この長い歴史のある仮面ライダーにご自身が出演すると決まった時のお気持ちをまずお願いします。はい、まず決まったよとマネージャーさんから聞かされたんですけれども、それが、ドッキリみたいな形で聞かされまして、喜びというよりはむしろ驚きの方が大きくてですね、帰り道ですごく喜びが込み上げてくるっていうような感じでした。それはどんなドッキリだったんでしょうか。普通にご飯行こうよというふうに言われまして、で何の気なしにご飯に行くとパッと台本を渡されて、これ仮面ライダーの台本だからって言われて、そこでああってご飯が喉を通りましたか。いやもう美味しくて今まで食べたご飯の中で一番美味しかったです。なるほど、素敵なドッキリで、この発表を聞いたということなんですけれども、もう今はもう仮面ライダー出身の先輩方が皆さんテレビドラマなどで大活躍されてますけれども、いわばそんな先輩からのバトンを受け継ぐような立ち位置に立ったわけですけれども、それについてはどうでしょうか。はい、仮面ライダーも、ジュノもそうなんですけれども、先輩方が築いた、偉大な歴史をしっかりとそのバトンもつないでいかなければいけないなというふうに、思っております。はい、ありがとうございます。では皆さんにも仮面ライダーシリーズに出演が決まった時のお気持ちを伺っていきたいと思います。ではまずは赤瀬さんお願いいたします。はい、ですね、マネージャーから聞かされたんですけど、その時は頭真っ白でして、そこから、数時間後に家に着いてソファーにハーって座って天井を眺めてたら、実感が湧いてきて喜びが込み上げてきました。はい、まず真っ先に誰にご報告されましたか。いや、親ですね。はい、何と言ってましたか。いや、すごく喜んでくれてました。本当に親孝行になったのかなって少しは思います。ありがとうございます。では続いて高田さんお願いします。はい、嬉しいし、もう緊張するし不安だしで大変だったんですけど、でもワクワクしていて、鹿児島に親戚のキッズたちがいて毎週欠かさず仮面ライダー見てるんですよ。でも今ここで言いたいけど言わずに、こう放送を見て、あ、カホネ出てるって喜んでほしくて今は食べてます。まだ隠して出してるんですか。はい、だからワクワクしています。はい、楽しみですね。はい、ありがとうございます。では続いて三上さんお願いします。はい、僕、今年で33なんですけど、33でライダーの先に出るとは夢にも思っていなかったですし、娘が2人いて毎日のように幼稚園の送り迎えも行ってますので、嫌われないようにしたいなと思います。なんか嫌われてしまうような要素は今あるんですか。ちょっとまだはそれは言えないのかな。あ、そうなんですね。はい、なるほど、そこも皆さんぜひ注目していただきたいと思います。では続いて落ちさんお願いいたします。はい、僕自身受かった時の気持ちは、オーディションを受けさせていただいたときに、僕自身ラストチャンスだと思っていたので、マネージャーから連絡が来たときは電車の中だったんですけど、小さくガッツポーズしました。どれぐらいの、よっしゃぐらいですね。電車の中で誰にも気づかれず。そうですね、気づかれないように。でも内心はどんな気持ちですか。内心はもう叫びたいぐらい嬉しかったです。もう最後にしようと思っていたんですか。いや、もう年齢も20後半とかなので僕自身そのラストチャンスっていう気持ちでオーディションに挑ませていただいたので、受かった時は本当に嬉しかったです。ありがとうございます。では続いて滝さんお願いします。はい、私は今回が仮面ライダーアクセル、仮面ライダーゴースト、仮面ライダービルドと3作目の仮面ライダー作品になるんですね。
で、こんなに仮面ライダー作品に出れる人っているのかなっていう思いで、もうとにかくありがたいなっていう気持ちでいっぱいで、でしかも今回初めてのテレビシリーズでのレギュラー出演なので、期待に応えられるように努めなければなという気持ちでいっぱいでしたね。はい、今回の役柄は謎の美女ということで、はい、あの私自身も沢が取る行動が謎すぎてちょっとまだつかめないんですけれども、でもかなり楽しんでいただけるとは思います。はい、ありがとうございます。では前川さんお願いします。はい、僕もしばらく前にマネージャーさんから、仮面ライダーの仕事が決まりましたって聞いたんですけど、ああ俺ジュノンボーイじゃないけど出れると思ってよしと思ったんですけど、でまあ気になるのはね、変身するのかしないのかっていうところですけど、まあ軽くいやないですって言われまして、カフェのマスターで若者たちを見守る役ということで、まあでも本当に僕は昭和の第2期って言われる仮面ライダーを見て育った世代で、村上弘明さんがやられた新仮面ライダーっていうのをよく見てたんですけど、そういう世界に自分が入ってお仕事ができるっていうのは本当に嬉しかったので、すごいこうやっぱ手を挙げて喜びましたね。で、うちも子供がいるんですけど、子供はね言っちゃうとすぐ他で喋っちゃうんでしばらく黙っていて、今朝実はパパ仮面ライダー出るよと言ったら、息子もやっぱりその変身気になったみたいで、6歳の息子がパパ変身するのって言ったら、10歳になる娘がパパおじさんだからそんなわけないじゃんって言ってました。やっぱりその辺はよく分かってるって、はい、でもお子さんたちもかなり楽しみにされているんじゃないですか。そうですね、うちの子供たちすごい怖がりで、あまりこういうヒーローものとかを見なかったんですけど、今回だけはやっぱり楽しみに見たいって言ってました。なるほど、ありがとうございます。では今回犬飼さんは仮面ライダーに変身しますが、初めて自分のライダーを見た時の感想はいかがでしたでしょうか。はい、初めのノーマルのフォルムが、ウサギと戦車というのは、聞いていたので、どのようなデザインになるのかなと思いながらものすごく楽しみにしていたんですけれども、見てみると本当に想像の斜め上を行く、予想の斜め上を行くような、本当にスタイリッシュでかっこよくて、僕が本当にこの仮面ライダーになれることがすごく嬉しくてたまらなかったです。今回はフルボトルベストマッチで最強になるじゃないですか、今回のライダーは。はい、犬飼さんは何と何を組み合わせると最強になりますか。犬飼さんのベストマッチは何でしょうか。台本なかったです。そうですね、愛と勇気で。ギリセーフです。いや、良かったと思います。今会場の雰囲気とっても良かったと思います。ありがとうございます。それが最強になると、はい、いうことで、ありがとうございます。見事に答えていただきました。正義の色ですから。はい、では続いて赤楚さんにお伺いしたいんですが、はい、仮面ライダーといえばアクションということで、自信のほどはいかがでしょうか。自信ですか。やっぱりアクションは本当に難しくてですね、分からないところはやっぱりアクションの方々に教えていただいたりとか、日頃から行えるトレーニングとか自分でやったりしてるんですけど、その自信がある、自信とはまた別なんですけど、そのしっかり準備してきたっていうのはあります。昔からピアノ、剣道っていうのは特技で、はい、これネット情報なんですけど、はい、合ってますか。一応剣道と聞くと、もう私も剣道やっていたので、あ、そうなんですか。ちょっと気になってしまって。剣道などはそのアクションとか何か活かされました。活かされましたね。あ、本当ですか。はい、割と周りとかそういう部分ですごく助けになったなって思います。ありがとうございます。ぜひ注目してみてほしいところっていうのは何かありますか。僕が元格闘家の役なので、その直美で戦うことが多いんですけど、やっぱりそこを注目していただけたらなって思います。はい、ありがとうございます。さあ続いて高田さんにお伺いします。不思議な能力を持ったヒロインということなんですけれども、
何かこの役に向けて準備されたことっていうのはありますか？不思議な能力ちょっと限らずに DVD 屋さんに行ってとりあえず最新作の仮面ライダーの DVD を借りて、あ、ヒロイン輝いてるな、もちろん他の方たちも輝いてるんですけど、あのヒロイン輝いてるなと思って、あの私もオンリーワンの私だけのヒロインになれたらいいなって思いました。なるほど。これもネット情報なんですが、はい、あの高田さん、全日本忍者選手権、こういうちょっと不思議なあのものをね、優勝しているということで、そういうのはちょっと生かされたりはされますかね、今回の役柄。ちょっと今のところないんですね、うん、ないんですが、まあ、忍者出てくるのかどうなのか楽しみにしていてください。でも私は忍者になりません、はい、はい、ありがとうございます。では続いて、おじさんにお伺いいたします。はい、今すでにもう撮影が始まっていると聞いていますが、現場での何か楽しいエピソードなどはありますでしょうか？そうですね、僕は三上さんとのシーンが多いんですけれども、撮影中、まあ、先輩なのでいろいろなアドバイスを聞いたり、ちょっと怪しい二人なんですけど、まあ、ちょっとあるシーンでは面白くしていこうとか話し合っています。なるほど。あの他の以前出てるイベントでスイーツ部などを結成したっていう話がね、はい、あったんですけれども、はい、またそこまで皆さんとは、そうですね、行ってないんですけど行きたいですね。スイーツ好きなんですか？大好きです。あ、そうです、皆さん時期結成されるかもしれません。ちょっともうちょっと仲良くなったらあまり一緒のシーンがまだ多くないので、なんか久々に会ったらここの3人とすごい仲良くなってて、ちょっと羨ましいなと出てる感じがそうですね。あの結成となった時にぜひ参加したいという方、今ここで一応聞いておけますか？スイーツ部を結成するとなった時に誰かいない？いやいやいや、ぜひ仲良くなっていきたいと思います。わかりました、ありがとうございます。さあ、滝さんにお伺いいたします。撮影現場の雰囲気、ね、あの今まであのゴーストその前というふうに出られますけれども、はい、この現場っていうのはどんな雰囲気なんでしょうか？いや、不思議なくらい仲いいなって私思ってたんですけどでもまだあんまりお会いしてなかったですね。ごめんなさい。仲いい話をしてもいいですか？あのすごい、かほちゃんとか、あの前川さん、赤楚くんとはあの初めて会ったタイミングで、もうその日に犬飼くんの楽屋にみんなで集まってお昼お弁当食べたりとか、なんかもう初日じゃないぐらいこう最初からもう一気に意気投合、ベストマッチ笑ってくださいしちゃって、はい、仲いいです、みんな、はい、もう皆さんのこう組み合わせがまさにベストマッチだと。そうですね、と思っているんですけど、違いますか？それ言えばよかったさ思っちゃった、ごめん。ちなみに、タキさんの中では、はい、この二人がベストマッチだなっていうのはありますか？結構千斗くんと泉美さんの掛け合いですごい私は好きなところがあります。なんかそこの関係性もちょっと面白い。はい、面白いです。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。では続いて三上さん、今回役柄が首相補佐官として謎の多い役を演じられるんですけれども、まあ、先ほど、はい、娘さんにも嫌われるんじゃないかという不安な部分もあるとおっしゃってましたけれども、この役を演じるにあたって気をつけようと思っていること、もしくは監督からアドバイスをもらったことなどありますか？そうですね、監督からはまず余裕を持ってほしいということを要求されまして、まあ、銭湯もまた違った余裕を持っている人間なので、余裕対余裕という部分で見せてほしいというふうにおっしゃっていました。なので、まあ、その背筋だったり、
目線だったりとか、まあ、ちょっと体幹トレーニングをしてみたりとか、そういう部分は少し気をつけています。目線っていうのはどういったものを意識すると余裕が出るんでしょうか。あまり動かさないのと、あえて相手の目を見ないように現場ではしています。あ、そうなんですね。あまりじゃ目を合わせず、意外とこう謎の多い主将のサッカーですけれども、笑うと可愛らしい笑顔になりますね。ありがとうございます。ありがとうございます。その笑顔が見たかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、さあでは前川さん、はい、喫茶店のマスターといえば、先ほど前川さん自身もおっしゃいましたけど、おやすさん、はい、ということなんですけれども、まあ、今回前川さんが演じられる五十鈴木総一はどんな喫茶店のマスターになりそうですか。そうですね、僕あの登場一言目がボンジョーノっていう言葉なので、割とちょ、まあ、イタリアを意識したお店ではあることなんですよね。でお店の名前がナシタっていう、まあ、日本語で誕生とか創造っていう意味なんですけど、きっと多分その名前にも何か意味があるんじゃないかなと、まあ、この先に話が進んでいく中でだんだんそういうところに気づいてくるかなとは思いながらいますけど、そうですね、五十鈴木、僕は一番ね、軽いです。あの三上君と真逆を言って、多分だからこの中で一番動きが大きくってリアクションも大きいみたいな、そういう軽い男ですね。あ、そうなんですね。はい、ノリが。で、あの監督から最初に言われたことが、まあ、とにかくその力の抜けた感じ、仕事からは一線こう退いて力の抜けた感じにしてほしいというふうに言われたので、まあ、あのこういう帽子とか今してた眼鏡も、まあ、ちょっとそういう脱力感をこう出そうかというところで選んだものなんですけども、そうだなぁ、いや、あの千と龍が美空と僕と、はい、まあ、要はこう正義のために、平和のために戦うチームなんですけど、はい、まあ、そこのファミリー感みたいなのが出たらいいなとすごく思っていて、まあ、そのやっぱり僕らの仲の良さというか、そこのこう軽さ、ホッとできる雰囲気を出すために、ちょっとこう面白いことをいろいろやってみたりとか工夫して今取り組んでいるところです。はい、とはいえ前川さん男前じゃないですか。それをおやすさんとい う役を演じるにあたって苦労した部分とか何かありましたどうなんでしょうね。自分でそこはあまり意識してやったことはないので、ただやっぱり体も大きいですし、動きが普通にやってしまうとこうどっしりした人に見えちゃうので、なるべく無駄な動きを増やして軽く見えるようにしています。なるほど、はい、あのまた台本でね、いろいろこうネタみたいなことが差し込まれてくるので、うん、脚本家の武藤さんからものすごいこうプレッシャーを与えられてるみたいな感じがして、お前ここどうするっていうこうねテストがある感じがして、まあ、それをこう逆に楽しみつつ千と君と掛け合いをねやって現場で楽しくやってます。ある意味前川さんのアドリブというか、そういう面白さもあるんですか。ああ、そうですね、まあ、結構必死で考えてるところもありますけど、まあ、今まで僕はあんまりドラマでこういう役をやったことがないので、そこも含めて楽しみながらやらせていただいてます、はい、どこまでふざけられるかっていう自分の中でこう糧にして、はい、やってます、はい、前川さんもおやすさんも楽しみにしていただきたいと思います。皆さんありがとうございました。以上で緊張の無茶ぶり質問コーナーは終わりとなります。では最後に、仮面ライダーといえば変身ポーズが毎年話題となりますが、犬飼さん、ここで変身ポーズをお願いしてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。